皆さん、こんにちは。ロストニュースのお時間です。1988年から2009年に放送されたはぐれ刑事純情派シリーズ化され、18年もの間人気作品となりました。人情に厚い主人公が様々な葛藤に苦しみながらも捜査に当たっていく姿を描いています。当時刑事ドラマの主流であった派手なアクションシーンなどはほぼなく、かっこよさとは無縁の作風でしたが、渋い役者や演出でドラマはヒットし、18年の長きにわたり放送される人気作品となりました。最高視聴率は 22.4%、 シリーズ平均視聴率は 15.5% と人気番組でした。出演者の皆さんは今どうされているのでしょうか。気になりますよね。今回ははぐれ刑事純情派の主な出演者の現在についてご紹介します。動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではどうぞご覧ください。安浦吉之助、藤田誠さん。藤田誠さん演じる安浦吉之助はドラマの主人公、強行犯係ながら温かい心で犯人に接する役でした。藤田誠さんは1933年生まれ、東京都出身です。俳優の父親の影響から1940年代後半に雑用係として劇団に参加、17歳で初舞台を踏みました。歌手を志し上京したものの、司会やコメディアンとしての活動が多くなっていきます。1962年時代劇コメディ「テナモン」や「三度傘」で人気を博しブレイクしますが、俳優としては1973年から放送された「必殺仕置人」への出演で、以後大物俳優としての地位を確立しました。結婚は1959年に一般女性とされ、一男二女を設けられています。藤田誠さんは2010年、大動脈瘤破裂のため76歳で永眠されています。河辺誠一、島田純史さん。島田純史さん演じる河辺誠一は安浦の上司で典型的な中間管理職という役でした。島田純史さんは1938年生まれ、兵庫県出身です。地元で劇団員を経て上京、東京芸術座に入団しました。本格的なデビューは1965年のドラマ「新選組血風録」で沖田総司役で人気を博します。時代劇を中心に活動していましたが、はぐれ刑事純情派のレギュラー出演で現代劇にも進出。このドラマのヒットにより知名度が高くなりました。島田純史さんについての情報は少なく、結婚やお子さんの存在については詳細は不明です。島田純史さんは84歳となった現在も俳優として活動中です。田崎春子、岡本玲さん。岡本玲さん演じる田崎春子は安浦の捜査を支える女性巡査で、安浦に好意を寄せている役でした。岡本玲さんは1951年生まれ、長崎県出身です。高校卒業後に役者を志し上京、脚本家塚康平さんの事務所に所属していましたが、1975年日活ロマンポルノへの出演で人気が出て日活の看板女優となりました。1980年代後半以降は一般女優へ転身し、名脇役として多数の作品に出演されています。結婚は中国人の一般男性とされており、男性の連れ子である娘さんが一人います。岡本玲さんは70歳となった現在も女優として活動中です。里見大観、盆地治さん。盆地治さん演じる里見大観は安浦の同僚、車の運転が得意という特技を持つ役でした。盆地治さんは1952年生まれ、大阪府出身です。高校卒業後喜劇役者を目指しますが、その後漫才師へ転向。里見正人さんとコンビを組んだザ・盆地は漫才ブームもあり絶大な人気を得て一躍トップスターとなりました。結婚は25歳の時に一般女性とされており、一男一女を設けられています。盆地治さんは現在69歳、漫才師のほかジャズボーカリストとしても活動を行っています。
さとみ、坂上、恵子、飴久美智子さん。飴久美智子さん演じるさとみ恵子はタクシードライバーで、さとみと結婚する役でした。飴久美智子さんは1963年生まれ、沖縄県出身です。高校卒業後、タレント活動を行っていましたが、俺たちひょうきん族で薬師丸ひろ子さんのモノマネで話題となります。1983年劇団東京ボードビルショーに入団。1989年君は僕を好きになるで映画デビューを果たしました。以降、主に脇役女優として多数のドラマ、映画に出演されています。結婚は2001年俳優の佐藤 B 作さんとされ、佐藤 B 作さんの連れ子が一人います。飴久美智子さんは現在も女優として活躍中です。現在58歳です。新藤はじめ、木村和也さん演じる新藤はじめは安浦の同僚、若手刑事で、安浦に反抗的な態度を取る役でした。木村和也さんは1969年生まれ、天才漫才師横山やすしさんの長男として生まれ、幼少時からテレビ、舞台に出演しました。1985年ドラマ「毎度お騒がせします」の出演で人気となり、1986年には歌手デビューも果たしました。木村和也さんは結婚歴がなく独身です。木村和也さんは現在、ボランティアや若者向けのカウンセリング活動などを行われています。現在52歳です。横溝重忠、梅宮達夫さん演じる横溝重忠は、安浦が勤める警察署の署長、安浦の一番の理解者という役でした。梅宮達夫さんは1938年生まれ、茨城県の出身です。大学時代に東映ニューフェイス5期生に合格し芸能界入り。1958年映画「少年探偵団」で主演デビューしました。デビュー後しばらくは硬派な役でしたが、プレイボーイ役や番長役が当たり、看板スターとなりました。結婚は1968年にホステスだった大門節子さんとされましたが離婚。1972年にクラウディアさんと再婚され、娘の梅宮アンナさんを設けられました。そんな梅宮達夫さんは2019年に慢性腎不全のため81歳で永眠されています。片桐由美、真野あずささん演じる片桐由美は、安浦が行きつけの高級バーさくらのママという役でした。真野あずささんは1957年生まれ、神奈川県出身です。大学生の時にスカウトされ、週刊朝日の表紙を飾ったことがきっかけで芸能界入りしました。1982年ドラマ「風のなる国境」「秋子と早苗」で女優デビュー。以降多数の作品に出演しました。代表作は「はぐれ刑事純情派」で、この作品でお茶の間に広く知られるようになりました。結婚は1989年に一般男性とされましたが、2005年に離婚されています。お子さんはおりません。真野あずささんは現在、母親の介護をしつつ女優としても活動中です。現在65歳です。島崎、旧姓安浦恵里、松岡由美さん演じる島崎恵里は安浦の長女で、亡くなった奥さんの連れ子という役でした。松岡由美さんは1968年生まれ、1986年に青春ドラマ「ジャンプアップ青春」「セーラー服通り」で女優デビューしました。はぐれ刑事純情派が代表作であり、知名度を全国区にさせる作品となりました。2012年には歌手デビューも果たし、毎年ディナーショーを開催されています。松岡由美さんは一度も結婚されておらず独身で、お子さんもおりません。松岡由美さんは現在54歳で、女優、歌手として活動中です。安浦由加、小川典子さん演じる安浦由加は、安浦の次女で、亡くなった奥さんの連れ子という役でした。小川典子さんは1973年生まれ、6歳の頃から劇団に在籍し、子役として活動を行いました。
1980年頃からテレビ出演が多くなり、顔が知られるようになるとともに、1987年には歌手デビューし、アイドル歌手としても人気を得ました。結婚は2005年に TBS 社員の演出家吉田明夫さんとされていますが、小川典子さんは結婚後、ほぼ芸能活動を行っておらず、主婦業に専念されています。現在49歳です。いかがだったでしょうか。放送終了後10年以上経過した今、思い出して懐かしい気持ちになりましたね。また、はぐれ刑事純情派に関して、皆さんの思い出や感想など、コメント欄にて教えてください。それでは今日はここまで。また見てくださいね。